はい、こんばんは。どんチャンネルです。7月13日の夜。今日はもうバイクのニュース、バイクの事故のニュースはないだろうと思っていたら、このニュース、10時頃配信されてきたんだけど、手しかが、手しかが、オートバイの20代の男性死亡、マイクロバスと正面衝突、どちらかが対向車線をはみ出したか。 まあね、どっちかがはみ出さんと正面衝突ませんよねと思いながら13日午後1時過ぎ、同等の手塚賀町の国道391号線1号上でオートバイとマイクロバスが衝突する事故があり、オートバイに乗っていた20代の男性が死亡しました13日午後1時過ぎ、同等の手塚賀町の えー、国道391号でマイクロバスとオートバイの正面衝突する事故があったと近くにいた人から通報がありましたこの事故でオートバイに乗っていた20代前半の男性が病院に搬送されましたがその後死亡が確認されました現場は片側1車線の、うん、国道391号で警察は どちらかが対向車線をはみ出したとみて事故の原因を調べています。まとねわかんんんなないもんね、うん、なんかほ特に北海道なんか梅雨を避けてまあ多くの人が北海道を走ってるのかもしれないけど毎日バイクのなんか意識不明とかさ死亡事故ですとかいう報道を聞かされたらさなんか北海道、うん 行く行くことががもうう怖ななるるような感じがすすんですけどだって毎日誰か死んだりさ意識不明の重傷ですとか言ってさうんこう、まあ、この事故の20代前半の方がねどこ,どこの方かとか言うのは分かんないけど毎日死亡事故よっぽどはしゃいでんじゃないのみたいなそんな気すらします。 まあ自分の身は自分で守りましょうって言いたいところだけどさ、ねセンターラインはみ出してぶつかったらさ、多分マイクロバスの方が勝つよなってみんな思うでしょう。だからもう、ヘルメットは、はヘルメット、グローブ、ブーツは当たり前、あと、胸部プロテクター、あと背中、あと、 あれかな最近ではエアジャケット推奨だったりしますよね。もうなんか戦争に行くような格好をしないとバイクに乗って公道を走るのは危ないんじゃないのかなと思わせるような事故が続いております。はい。最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。